ここの漢字本気で間違えてると思ってました。どうも、りょうじんと申します。今回紹介する武器、こちら隔絶の烈翼カペテイラでございます。攻撃力が330の白ゲージ、流毒性55の会心防御0、スロット2が1個、100ルー装飾品が2、放射型レベル7でございます。まあ、この武器の最大の特徴はやはり切れ味ゲージでしょう。白ゲージしかありません。はい、まあ、あの白ゲージがなくなったら赤ゲージになってしまうので、ガンランスの攻撃は打てなくなります。まあ、かなり特徴的な切れ味ゲージとなっております。まあ、ガードエッジとかね、まあ、切れ味を回復できるスキルとか、まあ、技を使えば維持はしやすいんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、逆を返せば紫ゲージがないので、火力としてはちょっと中途半端かもしれないですけど、まあ、このぐらい個性的がね、あの性能だったらね、作る方もね楽しくなってくるんじゃないかなというところで、今回ね切れ味の会員連成ステータスをマックス積むことによってですね、赤ゲージが消えます。おい、切れ味全部積んだら白ゲージになるんですよね。だから赤ゲージがなくなるということは切れ味が落ちないということになりますね。強えんじゃねえかなって俺一瞬思ったけど、まあ、砲撃レベルが8じゃないので、まあ、殴り特化として使っていくんだったら多少少しは活躍できそうでできないかなとは思います。まあ、切れ味のこと一切考えなくてよくなったので、まあ、あとはもう防具で火力スキルバンバン積んでぶん回していくっていうのが、まあ、定石なんじゃないかなとは思いますね。まあ、とりあえず貢献定着を7733積みつつ、まあ、最下転覆を2まといでさらに攻撃力を増加で、まあ、マルチでやっていくのであれば、まあ、闇打ちは欲しいかなっていうところですかね。まあ、あとはガンランスに必要なスキルを採用しているというところでございます。今回ガードスキルないので、恐竜症ショート風まといで一生懸命頑張ってね、バッとした状態でね、かわしていこうなんて、ね、そういう風に思っております。で、今回の、怪強化、防具の怪強化は、粉塵まといと、ガード強化と心眼、そしてスロット2が1個、恐竜症障害1追加の、粉塵まとい1のスロットが2追加されています。で、今回の護石はスロット33の攻撃レベル3と見切りレベル2でございます。まあ、この攻撃3と2のおかげでね、しっかりと77詰めたっていうことがありがたい御石になっております。今回の装飾品はこんな感じとなっております。まあ、武器スロットあるので、まあまあ良かった良かったっていう感じですね。なかったらちょっと組めなかったかもしれないですね。まあ、本当あの防具のスロット数をねより拡張しないと、なかなかここまで積むことは難しいんじゃないかなとは思いますね。まあ、切れ味のことを一切考えなくていいので、まあ、今回はね、転移無法は外しております。久々使うのは転移無法がない装備。ずっとあれしか使ってなかったからね。はい、ということでね、あの赤ゲージがなくなった新生カペテイラ、白ゲージのみでぶん回してやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。さあ、ということでやっていきましょうか。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回は、ゴアマガラの混沌、混沌にうめくゴアマガラかやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。マッチングをしなかったんで、今回は盟友、でやっていこうかなと思います。今回ガードがないからね、もうどんどんかわしていく。リバブラでそうかわせるかな。違う、そういうことじゃない。危なかった。切れ味のことは何も考えなくていいんだ俺は。ちょ、もう早速俺はもう弾がないか。はい、俺は殴っていくけど頭いきたいんだよね。うわぁ、そう、こいつ頭いきたいんだ俺。ああ、ガードしちゃった。お前ガードしちゃっていいんだ。頭、いや、むガードしなくていいっつったのか。あ、いえ、いいダメージ。逃げまーす。おい、一旦逃げていいっすか。一旦逃げていいっすか、これ。やばいね、一旦逃げますよ。ちょっと残します。しっかりとカモシラワシで、回復していきます。うろ、ほら、まずバック砲ね、しっかりバックかければ。あ、来た、ナイス、殴ります。叩きつけて、おいえ、500オーバー、素晴らしい。ちゃんとやってきてる、ちゃんとできてる。あ、そっか、テインも方ねえから、ちゃんとノーマルリロードでちゃんと装填しないといけないのか。ちょっとめんどくさいなそれ。おいえ、おにびえ、出してしまった。おいえ、対価転覆発動、一旦リロード、一旦リロードいいっすか。ごめんなさい、お疲れてんね、ユウ。ええ、そうなの。おい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 、おい、切れ味が白ゲージだから赤ゲージないんじゃないのか。おい、おびっくりしたんだけど今あれ。あ、
赤ゲージあんじゃねえかお前、ダメじゃねえかお前カペテイラ、お前切れ味マックスにしたのに。あーそうだったんだ、ダメなんだ。じゃあちょっとわかんねえなこの武器の評価よ。あい、マジか、赤ゲージあんのかよ、ずっと白ゲージで運用できると思ってたべ。マジか、ちょっとショックだわマジ、頑張ったんに。まあしょうがねえな、もう赤ゲージあるんだったらこの武器の評価も変わってくるわよ、それやったら。いってやー、うるせえな。なんだなんだなんだよ、白ゲージしかないから俺めちゃくちゃテンション上がってたのに。まあ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 、でもまあよくよく考えたらそうかって感じですよね。まあよく考えたらずっと白ゲージがなかった、そら白ゲージなかったらそら黒だわな、まあ、黒ってか赤になるわな、そらそう、そらそうよな、考えたらそうだね。どこにそんな理想的な切れ味があったんだって俺は今思って、今冷静に考えたらそうだけど、まあでもまあパペティーラぐらいだったらね、白ゲージ残っててくれてもよかったんじゃないの。こんだけ頑張ってんだからさ、こいつね、パペティーラの特権、バルファルクの武器の特権でさ、切れ味マックスにしたら、ね、全部白ゲージみたいな、それちょっとさすがに強すぎるか。まあちょっと残念でしたねそれは。発見した時は本当にびっくりしたけどね、おい赤ゲージないやんけってなったけどね。はい、とまあそんな感じで話してる間に、討伐完了いたしました。まあ、白ゲージが維持できるんだったらね、この武器の評価も変わったかなと思ったんですけど、まあ、残念ながら白ゲージがなくなったら赤ゲージになるということで、結局見た目だけがね、白ゲージマックスだったっていう、まあ、そういったオチになりますね。いや、どう考えても赤ゲージないけどね。はい。ということでご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。